僕は僕のお母さんが幸せになるならどんなことでもする。もちろん僕もだよ。カンパネルラ、こちらは30年ですね、ちょうど銀河鉄道の夜という作品なんですけども、宮沢賢治の、銀河鉄道の夜を、平田織座さんが、脚本にして、それを私たちちょっと劇団動物園風にちょっとアレンジさせていただいて上演するという今の状況ですね。僕らは基本お客さんは第三の出演者と思ってるんで、お客さんのとの呼吸で作品の仕上がりも全然違ってきますし、今回全部で6回公演あるんですけども、6回とも全然違う舞台になります。毎回そうです。それがやっぱりライブの楽しさといいますかね、生ものだなと思います。怖いですけど。壊すためにあえて言ってる人もいる。それが結構面白い。うちの劇団始まって以来の客演という形で、普段交流している劇団の方とか、フリーで頑張ってる表現している方々とか、そういう方々にちょっと声をかけて、まあ、うちも30周年なんでちょっと楽しくお祭り騒ぎやりたいなと思ってそれで今回、5人もの素晴らしい方々が集まってくれて、一緒に舞台に立ってもらえるというのが一番の見どころですね。こうなってこういくのは嫌だ。この状態で一緒についていってほしい。そう、私たち作ってることって決して親切な作り方ではないんです。お客さんがこう前のめりになって深読みしないとわからない部分っていうのもあるので、そういうなんて言うんでしょう、不親切な部分をお客さんの想像力で埋めてもらいたいなというか、楽しんでもらいたいなとすごく思います。終わった後に、この芝居を見に終わった後に、まあ、家に帰る途中、あのシーンってこういう意味だったよね、いや違うよっていう、そういうような会話を楽しんでいただければなと思いますし、いろんな形でちょっと持ち帰って咀嚼してくれたら嬉しいなとは常に思ってます。